神宮寺では写経写仏をしていただいて、それを手のひらサイズの袋に入れて自作のお守りにしていただくという、そういう活動をしています。名前は佐伯良子、35歳、神宮寺の副住職をしています。このお寺は724年創建と言われていますが、実際はもっと古いかもしれないですし、もっと新しいものかもしれないです。私が子供の頃の神宮寺っていうのは、いつも人がこう行き交うような場所でした。学校から帰ってくると知らないおじちゃんやおばちゃんがお茶飲んでたり、それから子供がお寺の境内で遊んでたりとか、とても賑やかな場所だったんですけど、今は人が亡くなった時とか用事がある時しか行っちゃいけない場所みたいなイメージがついていて、それがちょっと悲しいなという思いはあります。なので、昔のように活気のあるお寺を取り戻したいなっていう気持ちがあります。写経写仏の教室を始めたきっかけなんですけれども、檀家さんの方から日頃のこう喧騒を離れて落ち着ける場所をお寺に作ってほしいと、そういう話がありまして、それで一緒に写経写仏の教室をやろうという、そういうお誘いがありました。で、その方はもう残念ながら亡くなってしまったんですが、この活動にはきっと続けていく意味があるだろうと思って続けています。お寺というのは本来いつ来てもらってもいい場所ですし、観光であったり外国人の方であったり別の宗教の方であっても、誰でも気軽に来てもらえる場所になればなとは思っています。それを持ったから自分の願い事が叶うとかそういうものではなくて、願い事を込めてそれに対して自分ができるだけの努力をします。でも最後自分の力じゃどうにもならないところは仏様助けてくださいっていう、そういうものです。戒厳っていうのは俗にはお性根入れというんですけれども、書いただけではそれは仏様を写しただけ、それを戒厳お性根入れすることによって力を持つ仏様に変えるというか、本来持っているその力を呼び起こすという、そういう作法があるんですけれども、それをしてお守り袋に入れてお守りとして持って帰ってもらってます。神宮寺は、特に目新しいことをしているっていうお寺ではないんですが、昔ながらの、写経であったり写仏であったり、文化としてのお守りであったり、そういうのを体験できるところっていうのは意外と少ないので、気軽に立ち寄ってもらえたらなと思います。活気あるお寺にしたいと思って何かしようとすると、いつも周りの檀家さんが助けてくれます。で、自分が思ってたよりもいつも素敵なものが出来上がります。さっき偶然人からお守りをいただいたんですけど、お守りってとても気持ちがダイレクトに伝わるっていうか、あなたのことを思ってるんですよっていう気持ちがとてもよくわかるものなので、
大人になって初めて人からお守りもらったけど、とても嬉しかったです。